やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。イザナ女王、客人をお連れいたしました。ご苦労様でした。下がっていいですよ。は、失礼いたします。遠路はるばるよくおいでくださいました、ウルトラマンジョーニアス。お初にお目にかかります。惑星カノンの王様、イザナ女王。今日は良いお話ができると期待しております。はい、かよわき生命を守護救済するというギャラクシーレスキューフォースの理念、我ら U40 も賛同するところです。では、大賢者より、有事の際は連携を取るようにと。ありがとうございます。宇宙の歴史そのものとまで言われる大賢者のお墨付きを賜れるとは心強いですわ。本来であれば私も出航という形で参加したいところなのですが。構いません、U40 にも全宇宙の平和を守るという崇高な使命があります。志を共にしていると分かるだけで十分です。お心遣い感謝いたします。そうだ、ここに来る前に黄金惑星 G に立ち寄り、指導者であるアウサル13世と謁見してまいりました。 U40 と国交を結ぶ星ですね。ロボット技術の発展においては随一だとか。はい、アウサル王もギャラクシーレスキューフォースに強い関心を持たれておいででした。王自ら専用機である機動王兵ダイラ王と共に参加の意思を示すほどで。それは頼もしい。ぜひイザナ女王にお会いしたいと。承知いたしました。すぐにでも会談の準備をいたしましょう。ありがとうございます。失礼します。お帰りになる前にぜひお会いしたくてね。アンドロメロスです。あなたがメロスか。お噂は金がある。私も会ってみたかった。これから靴輪を並べる機会もありましょう。よろしく頼みます。あ、こちらこそ。ジョーと呼んでくれ。ありがとう、ウルトラマンジョー。ではせっかくですし、メロスも交えて今後のことについて意見交換できれば。もちろんです。この後、エレクやロトもこちらへ来ることになっています。有意義な話ができるかと。それは楽しみだ。さあ、こちらへ。なんかめちゃくちゃ渋い回だったな。そうね。ちょっと入れる空気じゃなかった。